で、印象に残った仕事 で、うん、で実は聞いたら最初な全部でも思い入れあるんだよって言われたんですけどそりゃそうよ、はい、まあその中でも直近のやつでいいから教えてくれって言われたら、まあ、一番新しい大パガルザンの、話が聞けたんですけれども、読みます、この ID はレベルデザイン的なクライマックスを、ボス2を倒した後に開く、黄金の草原をティアマットに乗ったエスティニアンと共に、光の戦士がワイバーンに乗って塔を目指すところに持ってきていますと、うんうんはい、あそこをこう4つ並ぶとこ うまいことパーティーメンバー並ぶと嬉しいですよね、うんはい、で、このワイバーン移動を、かっこよく見せるのにとても苦労しました、はあはい、やっていることは非常にシンプルなんですが、飛行スピードや、飛行する軌道を何度となく調整し今の形に落ち着けました、企画段階では、空中戦的な内容も検討していたんですが今回は盛り込むことができなかったのでいつかまたどこかでチャレンジしてみたいと思っていますといやー、うん、ここは大変だったよ、はい、だって俺チェックで最初のやつチェックした時、はい、これ無理でしょって言ったもんだ、はいはい、企画の意図は分かるしやりたいことは分かるけど、うん、そのコントロールする方法と同時に描画を成立させる方法がないじゃないっていうので、うん、結構煮詰まっちゃってる状態から来てなのでもうそのなんだろう自動移動で景観を作ることに、うん、集中すれば全部の企画は採用できないけどやりたい主眼のポイントは出せるから、うん、であとここはやっぱ黄金平原なんで、はい、その印象が出ないと何だったんだって話になるからっていう交通整理をやったのすごい覚えてる、ね。うん、どんどんこう演出とかもね凝ってきてますよね、うん、はい。で